ップ開始。はい、お願いします。とにかく徹底的に早くさせて、あ、試験飛車。相手の作戦は右試験ですね、これね。相手の得意戦法も右試験ってなんか書いてありましたもんね。あ、これ右翼かな。タイフレミートって畳の囲い、そこそこ有力。あ、これ右翼だ。身の囲い、データよ、右翼。これどうすりゃいいのこれ。でも右翼ってさ、あ、これ多分あれだろう、飛車をこちらに転換する気だろう。絶対その作戦だろう。でこうやって出ておくか。あとはさ、手詰まりにさせて時間切れ狙いとかそういうんでしょ、要するに。まあ、これ4一飛車とかやってさ。高みの囲い。4一飛車ないのか、6九飛車なのか。なんか、とにかくこれね、2分30秒。これ6五歩同歩同銀とかやっちゃうとどうなんですかね、同桂同飛車で。まあこれこうやるんですかね。あれこっち、これはもうこれでいいんじゃないの。2六角は2七銀で受かってますから、これ一回こうやっといて飛車で取って。でもこれさ、ああなるほど、そうやるのか。何これ潰れてんのかなこれ。いや、受け一方にしよう。受ける青春だ。何これ、同歩に。まあいいや。同歩に。2分。なんかあんのかな、これ。で、桂馬打ちがちょっと怖いね。あ、でもそうすると4五歩があるのか。まずいな、これ。4五歩はもう3五銀か。ちょっとなんか嫌だな、これ。こういう寝技があるんですよね。寝技、なんていうのかな。一回こう、角を追っ払っとくか。なんかさ、これどうすりゃいいのかな。とりあえず一発、こうやってなんか、あ、でも角に止まるしな、これやると。同角かよ。これはなんかちょっと、とにかく、なんていうのかな、形を崩したくないってことなんでしょうね、きっと。あ、これ逃げる手もあったかな。まあ、そしたらまあ、こうだな。1分30秒。ちょっと、形を整えておこう。上部に厚くね。同飛車に、ああ、そっか、それがあるのか。でも、まあでもどれ、これ5七角にこれで受かってない6六角成に対して平凡にやろう、なんか相手はもう勝つことしか考えてないというか、当たり前だけど俺様が負けるなんてありえんぜっていう、そういう感じの指し方してますよね。なんか時間切れ負けしそうな、怖いんですけどね、これね。出ちゃおう。これ、歩がないんで、一応ね。1分。なんだよ。飛車がそんなに欲しいのか？これだ。局面的には、なんじゃよ、それ。そうだ。局面的には、いいかもしれないね、これ。あ、鳴らずもよかったかな。ちょ、あ、でもこれ鳴らず、このね、こういうふうに銀がそっぽに行くと絶対勝てないんですよね。局面的には、そこそこ優勢か、そこ優勢でもないのかな。ただこれ4八成銀とされて、あ、まあ、相手はもう見切りというか、もう、これ読み切りですね。時間切れを読み切ってる形ですね。次角打ちとか結構厳しいっちゃ厳しいですけどね、そこそこ厳しい。なんだそれは。攻めに効かなくなるのでよくないと思うけど。
トロン、それはちょっとね、あれ希望が30秒、希望が出てきたんじゃないのこれ。ローマでもう一回叩くで、あー、そしたらこうですね、ここに効いてるけど、とりあえず一発王でしょうか。20秒、とりあえず一発こうやっといて、まあ多分詰めろだと思うので、分からん。あ、やばい、これじゃ勝てない、絶対勝てないなこれ。あー、ちょっと10秒。あ、分からん、詰んでると思うけど、あー、これは詰んでますね。あぶねー、勝ったー。お前なら極められるかもしれない。将棋ウォーズの王道。はい、ですね、この将棋はですね、この将棋は相手は負けてびっくりしてると思いますね。え、なんで負けるの、え、なんで、なんで、なんでって感じですね。どうしてかっていうと、台振り右玉をやる人っていうのはね、相手が対策を知らないってことをね、熟知して、もう相手のね、上を、相手を手のひらで転がしてるっていう、そういう感覚で指してるんですよ。で、仮に不利に陥っても時間切れ勝ちできるっていうことをね、もう、なんていうのかな、相手のね、相手の裏の裏まで読んで、台振り右玉やってるんですよ。だからね、そのね、村の掟的に、村の掟っていうかさ、村の掟的に言うと、これ勝っちゃいけない将棋なんですよ。絶対勝っちゃいけないんですよ。勝っちゃいけないところを勝っちゃう。これがやっぱりいいですよね。なんていうのかな、自分が勝たなきゃ、なんていうのかな、自分が勝つっていう掟に沿って勝っても全然嬉しくないですよ。そんな将棋は別に負けてもいいんですよ。なんていうのかな、そうそうそう、この将棋、何が言いたいかっていうと、この相手の指し方からして、指し方と戦法からして、なんていうのかな、この相手が勝つってことが最初から決まってるかのような展開なんですよ。分かりづらい、将棋坊主だと、普通の将棋ではない、普通の将棋だと違う、そういうのはないんですけど、将棋坊主の場合は、その最初からこっちが勝つって決まってるよねみたいな、そういう感じの展開っていうのがやっぱあるんですよね。これって確かにこちらの方が有、形勢的には微妙だけど、まあこっちで勝つように決まってんだよね、こっち勝つんだよってね、まあ仮にこちらが不利に陥っても時間切れ勝ちで結果的には勝つよね、結果的には変わんないよねみたいな、そういうなんていうの、流れっていうかさ、そういうのあるんですよね。それに逆らって勝つことができたのが嬉しいですね。だってこれ最後の最後までこちらが時間切れ負けするのがもうなんていうのかな、規定路線みたいな、そういう展開でしたからね。そうね、ちょっといいか、表現はうまくないと思うんですけど、村の掟に逆らって勝つってね、これがね、まさにね、醍醐味ですよ、将棋の。勝っちゃいけない将棋で勝つね、これがね、一番重要。勝たなきゃいけないっていうのかな、相手が負けることが最初から決まってる将棋で勝つってなんて、そんなの全然面白くないですよ。そんな将棋はもうね、負けてもいいんですよ。そういえばさ、何年か前に KY とかいう言葉が流行ったじゃないですか。 KY ってアルファベットの KY って、空気読めないって意味だと思うんですけど、私はそれ大嫌いな言葉なんですよ。空気ってなんだよバカ野郎って。空気っつうのはね、空気っていうのは酸素とか窒素が混じった、このね、地球上にこの呼吸するため、呼吸、いつもね、私たちがこう吸ったり吐いたり吸ってるのは、それが空気だろこの野郎と思っててね、なんか空気読めないとかいう言葉が流行ったと思うんですけど、私はそういうの嫌いで、仮にそういう意味での空気っていうのがあるとしたら、私は空気は読めないんじゃないんですよ、読まないんですよ、読まないというか逆らうっていうかさ、歩行動画とかいつも見てれば分かると思いますけど、とにかく空気というものがあったとしたら、常にさ、逆っていうの、なんか赤い空気があったらさ、白って言うじゃないですかね、で黒っぽい空気になってきたら白、赤ってね、そんな感じで私はもうとことん空気に逆らいますんで、やっぱりね、負けなきゃいけない将棋ではね、やっぱり勝たなきゃいけないなみたいな、そんな感じですかね。
だからさ、その KY とかいう言葉はあまりにもちょっと雰囲気が悪いっていうかさ、なんかあまり聞き、あまり耳に良くないっていうか、なんかあまり聞き心地が良くないんで、流行語大賞とかになってない、あ、だったのかな、なってないような気もするんですけど、もしさ、自分がさ、流行語大賞を決められる、あ、でも流行しちゃ意味ないのか、今次さ、空気読んだら負けっていう言葉をさ、流行らせたいななんて思ってるんですけど、どうですかね。でもね、流行っちゃダメなんですよね。流行らないところで、空気を読まずに勝たなきゃダメなんですよね。うん、常に自分は、その、なんていうのかな、少数派勝ちをしないといけないっていうのかな。自分が多数派になっちゃったら面白くないんですよ、そんなのは。自分がさ、一般市民にさ、代表意見かよ、つまんねえみたいな、そんな感じなんですよね。だからこういう風にね、今喋ってみますけど、皆さんにね、賛同してほしいななんて、皆さんその通りだ、いいこと言ったなんて、そんなことを、そういう反応を期待して喋ってるわけじゃないんですよ。こんにゃろこんなろ、せっかくさ、将棋を見に来たのにさ、嫌な気分にさせやがって、こんなの、こんな、こんなの、嫌なやつ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 って言って、冷蔵庫をバターンとね、閉めたくなるようなね、皆さんにそういう気持ちになってほしいなっていう、なんていうのかな、皆さんに反感持ってほしいなっていうね、まあ、そんな気分でやってるんですよ。これ本音ですよ、本音なんですよ。なんていうのかな、ニコニコ動画とかで、なんていうのかな、ちょっと、なんていうの、反感を買うようなことを喋ったりすると、なんか読んで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 とかいうさ、コメントがつくっていうのがあるじゃないですか。でその時に叩かれたら嫌な人が、どうぞ叩いてください、叩いてくださいって言って、その叩かれるのが嫌だから叩いてくださいって逆のことを言って叩かせないようにするみたいな、そういう手法ってありますよね。だから別にそういうわけじゃないんですよ。だからどっちでもいいんですよ皆さんね。絶対叩いちゃダメですよ。この動画は批判禁止ですので、歩き人の将棋ウォーズ動画シリーズは批判するコメント一切禁止ですよね。うん、批判するやつは、もう、なんていうかな、批判禁止ですんで、批判厳禁です。褒める言葉しか、なんていうの、称賛コメント以外はね、募集してませんんでね。はい。ちょっと話がね、話がややこしくなってしまって、ちょっと申し訳ないんですけど、将棋終わったら、将棋だけ見に来た人はそれでもう次の動画行くでしょうから、それでもいいのかな。なんかさ、その空気読むとかさ、空気読めとかさ、なんかそういうのって嫌いなんですよ。なんかさ、その周りの顔色を伺って、なんか自分の身の振り方決めるとか、そういうやつ、本当私嫌いなんですよ。でさ、小学生とかね、小学生じゃないんだけど、高校でもそうなんですけど、なんかさ、学級会とかでさ、じゃあ今度歌う、今度なんだっけ、合唱コンクール、なんだろ、今度の学級会じゃない、なんとかコンクールで合唱発表会で歌う曲決めたいと思いますあるじゃないですか。音楽祭でもいいんですけど、あ、そう、音楽祭でいいか、音楽祭で歌う曲決めたいと思います。はい、じゃあ旅立ちの日にと、Let's Search for Tomorrow と、なんだ、遠い日の歌と、なんだ、この地球のどこかでの4つのうちどれがいいと思いますかってね、聞いたときに、はい、じゃあ旅立ちの日のいい人、はーいとか手を挙げたりするじゃないですか。でさ、私は、あ、旅立ちの日がいいなと思ったら、バシッと手を挙げるんですよ。もう、旅立ちの日にがいい人って言った瞬間に、支配者がそう言った瞬間にバッと手を挙げるんですよ。しかも、なんかさ、大人みたいにね、つまんない大人みたいに、なんか恐る恐る、なんか短く手を挙げたりしないんですよ。まっすぐバーンと手を挙げますからね。うん。だけど、他のやつらってさ、なんかさ、みんななんかさ、みんなじゃないけど、なんかこう、周りのやつら伺ってるんですよ。みんななんかチラチラさ、左右、前後左右をこう、チラチラ様子を伺って、なんか他の人が手をなんか短く上げるのを確認して自分もなんか手を伸ばしていくみたいな、なんかそんなやつらばっかだったんですよ。で、ほんとそういうやつ、イラつくんですよね。お前の意見を聞きたいんだよってさ、ね。自分もさ、各自がさ、自分の意見を持って、もう最終的には多数決にするんですけど、その、なんていうのかな、各人がさ、その自分がどうしたいのかっていうのをちゃんと表明しろよっていうのね。ねえ、他のやつらの顔色を伺って手を挙げるんだと、それじゃあれじゃん、自分の考えじゃないじゃん、他の人の考えによって自分の考え決めてるみたいな感じじゃん。ねえ、あと前の動画でね、歩行動画で、本当さ、みんな今日のやつらばっかだって批判しましたけど、本当ね、
日本人ってね、もう小学生からお年寄りまでさ、もうほとんどの人がみんな狂信者なんですよ。私の考えなんてございません、皆さんの考えこそ私の考えでございますみたいなね。ねえ、でこういうのをなんていう、こういう考え方のことを日本ではね、謙虚って言うんですよね。こういうのを謙虚って言うんですよ。自分の考えで俺は俺はって、これダメなんですよ。こういうのを自己中って言うんですよね。そう、自己中って言葉は私が小学校3年生ぐらいの時に流行りました、ね、4年生ぐらいだったかな、4年生ぐらいの時に流行りましたね、うん、旅立ちの日にがいいと、はいってね、スパッと手を挙げちゃう、こういうのをね、まあ、自己中って言うんですよね、うん、まあ、自己中、まあ、厳密には違うかもしれないけど、でも、まあ、自己中のまあ始まりっていうの、ああいう風に堂々と手を挙げてるやつは自己中の始まりだよみたいなね、そういう感じなんですよ。ね、だから私もこれからはね、これからも謙虚さのかけらのないね、将棋、謙虚さのかけらのない旅行で、動画を作っていきたいなと思っているわけなんです。でさ、恐ろしいことにさ、小学生ですらね、例えば音楽祭で歌う曲決めるときに周りの顔色伺うんですけど、高校でも、高校とかさ、中学とかでも同じなんですよね。しかもさ、例えば1クラス40人いたとするじゃないですか。で旅立ちの日にと、遠い日の歌と、レッツサーチフォーツモローと、この地球のどこかで4つのうちね、どれ歌うか決めますっていう、で挙手を募ったとするじゃないですか。そうするとね、はい、旅立ちの日にが10人ね、レッツサーチフォーツモローが、まあ5人で、遠い日の歌が5人で、この地球のどこかでが3人、あれおかしいな、23人しか挙げてないよみたいな感じで集計すると半分ぐらいしか手を挙げてないんですよ。どういうことこれ、ね、もう顔が見えるような教室の中でさ、投票率 50% ってさ、何を大人の、つまんない大人の真似しちゃってんのってね。ねえ、だってさ、手挙げ、なんていうの、 あいつ一人で旅立ちの日に手挙げてるばっかりじゃないの、キハハって後でいじめられたりするのか、そんなの聞いたこともないですよ。なんでさ、たかが手挙げるってことはできないのってね。なんでさ、だっていや、これ私だけの感覚なのかな。例えば旅立ちの日にはいい人って言って手を挙げる、例えば自分一人が手を挙げるっていう、そう、恥ずかしいのこれってね、皆さん恥ずかしいですかこれ。別に恥ずかしいっていうのは別に恥ずかしくてもいいけど、これが恥ずかしいっていう気持ちが私にはさっぱりわかんないんですよね。何が恥ずかしいのってさ、もう他の人たちがさ、なんかつくしみたいにさ、ぴょんぴょん手を挙げ、手を挙げ始めてからさ、後から手を挙げる方がずっと恥ずかしいと思うんですけどね。まあでもね、ほんとあれですよね、選挙、衆議院選挙とか見てもさ、あれですよね、ほんと後出し、なんていうのかな、後出しっていうかさ、ほんとみんな狂信者ばっかりでうんざいですよね。うん、まあ私の動画に、なんかなんていうの、チャンネル登録だかしてくれてる人はどうなんですかね。まあある程度私の考えに共感っていうかさ、してる人も多いのかな、どうなんでしょうね。まあそんなところですね。長々とね、ちょっと変な話になっちゃいましたけど、ありがとうございました。